こんにちは、チョメです。ロックに身を斜めよう。あ、間違えた。こんにちは、チョメです。サイドクエスト、ロックに身を委ねよう。残り時間2日と23日。え、なんか減ってなくね？これ。制限時間。まあ、いっか。頑張ってやるか。パート4分の3。減ってないよね。前のとは、あ、一応真夜中なんですよね。じゃあやっていこっか。さっきはドン引きするぐらいテンションが上がってしまってすまなかった。気にしてないよ。楽しかったし。だけど僕がペニーヘイウッドを好きだってことは誰にも言わないでくれ。いや、別に好き、そこまで好きじゃないけど。君の恋の秘密は必ず守るよ、チョメ YouTube。おへそが綺麗だね、この子。マイロン。それよりも僕たちの初コンサートを乱雑で壮大で息を呑むほど憂鬱に成功させる方が大事だ。ピーブズが先生たちの気を引いてくれるが、一時的にフィルチをどこかに追いやる必要がある。君は前にペニー・ヘイウッドと眠り薬を作り、ミセス・ノリスを眠らせたんだよな。そんなこと誰に聞いたんだ？ローマン・カナサ、俺たちはお互いに脱近代主義の実在主義的フィクションに理解があるからな。噛んでしまった。君は僕の友達を全員知ってるのに、誰からも君の話を聞いたことがないのはどうしてなんだろう。幼女シスターズとはそういう奇妙な存在なんだよ、チョメ YouTube。 フィルチを眠らせるくらい強い眠り薬を作ることはできるか。ミセス・ノリスには使ったけど、人間の大人に使うのはどうかと思うよ。決断は君に任せるが、あの魔法薬は無害だ。それにフィルチが君の立場だったら眠らせるなんて、軽い仕打ちでは済ませてはくれない。そう思わないか？確かに。だけどペニーの助けなしに、僕一人で作られるかどうかはわからないよ。念のため、大鍋と必要な材料を持ってきておいた。お、準備がいいね。やってみるといい。何も知らない観客たちが、俺たちのコンサートを待っている。3時間か、やろ。ちょっとね、夜だからね、後半はちょっとプレイ動画になってるかもしれない。すいませんね。いつかレタスクイーン虫の粘液について壮大な詩を書くつもりだ。僕が一人で魔法薬を作ってたって知ってたら、スネイプは喜んでくれるだろうか。それともペニーがいてくれたらな。まあね、ペニーがいてくれたら最強なんだけどね。うまくいってると思う。この恩気だけで、陽気ね。はい、マイロンと話そう。蚊の子草の小枝を入れてくれ。あ、懐かしいね、蚊の子草ね。ここでラベンダーの小枝を入れるはずだ。そうそう、眠り薬作った時そうだったね、確か。あ、これはループかな。じゃあ、あとちょっとね、夜だから、プレイ動画になります。では、失礼しますね。動画、ご視聴ありがとうございます。じゃあ、プレイ動画、ちょっとしばらく続きます。はい。こんにちは、チョメです。サイドクエスト、ロックに身を委ねよう。残り時間、こんにちは、チョメです。残り時間が全く減らないんだけど、2日と23時間。バグってんのかな？まあ、バグってたらバグってたらでええけど、急いでやってんだけどね、一応。で、ペンギンに手伝ってもらいましょう。お昼間ね。あ、で、前回の動画、ちょっと実況してないけど、後半、真夜中だったから、ちょっとだけプレイ動画にしました。すいません。ヘンリー7世の宮殿で、素晴らしいコンサートをいくつも見たんだ。おー、なるほど。宮殿じゃなかったわ。よし。こっちは？俺の新しいドラムセットを見たら驚くぞ。いや、楽しみ。どんなドラムだろう。コンサートが開かれるって噂を聞いたぜ。ずっと
かぶっていたダンスジュースをそろそろ出してくるかな。なるほど、しまってた感じかな。幼女シスターズとコンサートをやるなんてすごいな。ホグワーツでの日々をすごく満喫している感じだよ。ありがとうペニー、初めてのコンサートを前にだんだん緊張してきたよ。あなたなら大丈夫よ。バンドと一緒にいるってどんな感じ？どんな話をするの？その別に大したことは、でも頼みたいことがあるんだ。そう言ってくれるのを待ってたわ。どうすれば力になれる？コンサートのチラシを作ってクラスメイトに渡してほしいんだ。ベニー選んでよかった。あ、でもビルも人気あるか。喜んで手伝おうよ、チョメ。あなたはホグワーツのスターになる人だってずっと思ってたの。これで皆にもそう思ってもらえるわね。あ、何これ。3時間。ペニーと一緒にチラシを作る。ここで作るんか。あ、いいね。自動跳ねペンじゃないよね。大丈夫？コンサートのステージはどこに設置するつもりなんだろう。ここじゃない大広間でしょ、多分。どうしてグリンゴッツ魔法銀行に関する本を読んでるんだ？え、今読んでんの？コンサートまでに楽器を演奏できるようになるなんてどうしたらいいんだろう。それ無理じゃね？ボーカルも結構厳しいからな。コンサートのステージは、あ、これは同じか。普段は魔法薬に関する本しか読まないから、自分の視野を広げようと思ったの。いいことだよね、いろいろやってみるってことは。もし助けが必要になったらいつでも言ってね、ジョメ。普段は、あ、これは同じか。あ、じゃあどんどんやっていきますね。はい。こうやってポイントを貯めて、あ、でね、ちょっとね、教えてもらったことがあるんだけど、あ、それはもう次回言うか。これね、星調整しなくていいみたい。なんかね、オーバーしたら戻ってくるみたい。あの、結構撮影日時がね、遅いから気づくの遅れたけど。こんにちは、チョメです。あのね、録画ミスです。あの、強制終了しました。幼児シスターズと会う魔法薬学の教室まで来てくれ、チョメ YouTube。いい具合に爆発してくれるやつを作るぞ。やっていきます。まあ、最後、音声だけやっとくね。はい。幼女シスターズと会う。怖いね、でもこれ。途中で。ほとんど同じだった。あの、やるやつは。コンサートについてうまく宣伝できたか、チョメ YouTube。ああ、ペニーがチラシを作って皆に手渡すのを手伝ってくれるんだ。よし、オルシオとキアリーもフィルチに眠り薬を飲ませられたそうだ。痺れたて。ただ、彼を管理人室で眠らせたはいいが、不運なことにコンサートで使いたい花火の横に寝てしまったんだ。花火も隠してるって言ってたね。こんなことになると浅はかだったぜ。君はハグリッドの犬を悪魔の罠から救い出すために火を吐く薬を作ったんだよな。あ、相当昔に作ったね。今だったら呪文も使えるよ。誰に聞いたの？ハグリッドさ、あの男が秘密を守れないのは誰でも知っている。厳密に言うと作ったのはスネープだよ。僕は作っているのを見て、後でそれを飲んだんだ。一人で作ることはできないか？コンサートをさらに盛り上げるには火の派手さが必要なんだ。やってみるよ。怖いな、でも。やってみるではダメだ。作るか作らないか。いいこと言うな。何時間？ 3 時間だね。じゃあ、ちょっとお待ちを。では3時間。バグだったかもしれないね。やっていきますね。火を吐く薬を作る。ラベンダーとカノコソウの小枝が全部溶けたみたいだ。早いね、溶けるの。幸いスネープが必要な材料をすべて教室に保管している。そりゃね、魔法薬学の教室だからね。君がドラゴンの角の粉末を探しているとベンが言っていたのを思い出した。火を吐く薬を何度も飲むと副作用が出たりするのかな？なんか喉とか舌とか やけどっていうかすごいことになりそうだね。スミントみたいな匂いだな。スミントってなんだろう？キアリ喋らなかった、そういえば。幸いスネープ、あ、これは読んだ。じゃあどんどんやっていこう。集中しないとこの魔法薬は骨まで肉を溶かすってスネープが言ってた。怖いね、命がけだよね。じゃあ聞こう。はい。君がドラゴンの、まあ、これもさっきと同じだね。はい。では、ちょっとお待ちをね。チョメです。エネルギー回復場所と、あと、なんて言うんだろう。友達との食事でエネルギーを回復してきました。これで一気に終わらせようかな。はい。もう、だから、いざという時は貯めとくっていうのがいいよね。ギリギリだったね。ゲット。ちゃんと使えるのか。それを確かめる方法は一つしかないな。そう、やってみないと。え、ここでやるの？もったいなくね？副作用があるかもってさっき言ってたけど。瓶まで赤やん。ふわー火事になる、火事になる。危ないって、危ないって。っていうか、前よりすごい火吹いてる気がする。
これでホグワーツ、いや魔法界で最高のコンサートにできるぞ。これは大広間かと思ったけど無理だな。外でやるしかないな。キアリーでさえも感心してる。てんてんてん。ようやく初コンサートの準備ができた。それではチョメ YouTube に楽器の演奏の仕方を見せてやるか。あ、幼女シスターズパート3を完了。ゲット。幼女シスターズパート4、ステージの準備ができた。楽器を手に取り、幼女シスターズと共にホグワーツをロックの嵐で吹き荒らす時が来た。を開始していきます。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。変身学の授業でなんか楽器を手に入れるみたいだね。